さん、おはようございます。令和6年4月全体朝礼です。4月の全体朝礼では新事業年度の経営計画についてご報告したいと思います。経営施策令和6年、今年は医療・介護・障害福祉サービスのトリプル改定の年となります。その中でも今回の介護報酬改定の4本軸、1つ目、地域包括ケアシステムの進化・推進、2つ目、自立支援・重度化防止に向けた対応、3つ目、良質なサービスの確保に向けた働きやすい職場環境づくり、4つ目、制度の安定性・持続可能性の確保。改定内容からも今期の四つ葉会は、施設サービスの向上に向けシステムの運用方法マニュアル化を推し進めていきます。またエビデンスに基づいた自立支援、重症化防止等を進めるため、科学的に妥当性のある指標等を収集・蓄積及び分析し、分析結果を現場にフィードバックするシステムを構築してまいります。その柱となる科学的介護情報システム LIFE の対応、 R4 システムの導入を通して施設サービスの向上を目指してまいります。最後に、日々のシフトを通して職員がより安心して働ける職場環境整備を進めていきます。具体的には、組織化、マニュアル化、ルール化の3本柱を掲げ、施設の改善見直しを適宜実施していきます。各専門職がスムーズな連携をしていけるよう、コミュニケーションを継続することと、お互いを尊重し合い、法人理念のもと信頼関係をより強固なものにしていけるよう取り組んでいきます。続いて、事業重点施策です。1つ目、強化型老計への移行継続です。2つ目、 R4 システムの導入。3つ目、働きやすい職場環境整備、日常業務の改善、組織化、マニュアル化、ルール化です。4つ目、365日切れ目のないサービス提供。5つ目、ご利用者ご家族の思いに沿うサービスの提供。6つ目、環境整備、在庫管理。7つ目、情報管理規定の策定と運用。8つ目、ハラスメント指針の策定と運用。行事研修計画について資料を掲示板に添付いたします。確認していきましょう。それでは、今月も見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設、老健榊工業。